今回はこのミントを使って夏にぴったりの爽やかなカクテルを作っていきたいと思います。まずミントの葉だけをちぎってグラスに入れます。でここにシロップを入れます。そしてラムを加えます。ミントを潰していきます。今回は手に入りやすいレモンを使っていきます。レモンを絞りながらグラスに入れます。氷を入れます。ここにソーダを加えます。なるべく氷に当てないように注いでいきます。炭酸を飛ばさないように軽く混ぜていきます。完成しました。簡単にできるのでぜひ試してみてください。